ナビドガレジ修道院。18世紀に描かれたミニアチュールがアッシリア13。恐怖は6世紀にグルジアのキリスト教信仰を強化するためにメソポタミアから使わされた13人の修道士たちである。グルジア正教会において古くから伝えられており修道院の建設や禁欲主義の運動を始めたとされる。アッシリア教怖の存在は中世グルジア教会の 聖者伝に言及があるのみで、そのうち四点は原点のまま残存しているが、その他は18世紀の品サリーのために新たに編纂されたものであるとされている。死去アルセン1世、アルセン2世らが編纂者であるとの説が有力だが、7世紀末に編纂されたとの説も提唱されている。現代のグルジアに残っている修道院の多くはアッシリア恐怖の名を冠しており、実際に 彼らとその弟子たちによって建設されたと考えられている。これらの修道院は中世、宗教的基盤としてグルジア正教会の繁栄のための重要な役割を担っていた。古くから交渉においても19人のアッシリア恐怖の名が伝えられているが、数字としては13の方がより象徴的である。彼らがアッシリア人、アッシリアで教育を受けたグルジア人、 シリアから亡命した宣教師のいずれであるか、現代の学者間では意見が分かれている。当時グルジアでは原始単性論が主流であったため、単性論が衰退していたシリアから単性論派である彼らがやってきたのではないかという説もある。以下、13恐怖のメイダビド・ガレジェリ、デビッド・オブ・ガレジャ、ヨアン・ゼ・ダネリ、ジョン・オブ・ゼ・ダ・ゼニア・アビボス・ネクレッセリ。 アバイボースオブネクレイジーシオムグビメリ、シオオブマグバイムヨセフアラベルデリ、ヨゼフオブアラベリアントンマルトコピ、アントンオブマーティカッピータデウスステパンツミンデリ、サディウスオブステパンツミンダピロスブレテリ、ピリスオブブレティーセチルクネリ、ジェシオブッチリコニーステパンキルセリ、スティーブンオブカーザイシドルサムダブネリ、イシュドールオブサムタビジーミカエルウルンボエリ、マイケルオブアリアムボーゼノニカルトエリ、ジーノブイッカルト、 ありがとうございます。